混合インコ、混合インコ、混合インコ、学名、アラ・マカオ、英名、は、大型のカラフルなインコである。別名赤混合インコ。アメリカ大陸のメキシコ最東端の一部からペルーと、ブラジルのアマゾン川流域に至る湿潤な、熱帯上緑樹林の500メートル以下の低地、かつては少なくとも1000メートル以下に生息する。ペット買のための捕獲と居住地の破壊により、 広範囲にわたって、絶滅に追いやられつつある。かつては、北は、玉売りパス州南部にまで分布していた。現在でも、小岩島で見ることができる。ホンジュラスの国徴でもある。体長は81センチメートルから96センチメートルで、その半分以上は、混合インコに、典型的な先細りの尖った尾が占めている。平均的な体重はおおよそ1キログラムである。 羽毛は、ほとんどがシンクだが、尻と尾筒の羽は、ライトブルー、大甘大い羽根は黄色、翼の風切り羽根うわつらは、尾羽の終端部と、同様なダークブルー、そして翼の風切り羽の仮面と、尾は、金属的な金の色の交彩で、円磁色である。目の周りには、白い皮膚の露出した領域があり、くちばしまでつながっている。上側のくちばしはほぼ全体が淡い角色で、 下側のくちばしは黒である。死ゆは同じ外見をしている。年齢による唯一の際は若い鳥が暗い目をしているのに、生体は明るい黄色の目をしていることである。今後インコはピッチの低い、しわがれた大きな叫び声、キーキー声、悲鳴を上げる。そして叫び声は何マイルの彼方にも届くようになっている。 混合インコは主に果実と種子を食べるが、これには大型の硬い殻の種子も含まれる。一般的に見られるのは人は、あるいはペアで森林の樹幹の上を飛んでいるところだが、地域によっては群れを見ることができる。彼らは粘土を食べるために集まることがある。またリンゴ、バナナといった果実やナッツを好む。また花の蜜や花粉も食べる。他のインコ同様。 混合インコは2から4個の卵を木のうろに産む。ひなは24日から25日で帰る。その後およそ105日で巣立ちを迎え、1年ほどして、親鳥のもとを去る。混合インコは熱帯雨林の出順な定地、明けた、森林帯、川辺そして中央、アメリカ及び南アメリカのサバンナに由来する。中央アメリカの混合インコの生息地は、 メキシコの東側の外れ南部の領域からパナマに渡っているばかりでなく、グアテマラからベリーズにまでも渡っている。さらにその上、南アメリカではアマゾン川流域をカバーする広大な生息域を持ち、ペルーのアンデス山脈西側やボリビア、パラグアイにまで広がっている。一般に、本土では稀なことであるが、コイバ島では今でも、 混合インコの巨大なコロニーを見ることができる。混合インコの個体数の減少が始まり以前は、その分布域にはコスタリカの大部分も含まれていた。しかし1960年代までに複合する要因、特に狩猟、密猟そして森林伐採による居住地の破壊によって、その生息数は減少していた。さらにその上に輸出のために、 バナナの栽培と販売を行う会社による農薬の噴霧が混合インコの個体数減少において重要な役割を演じた。この複合的な要因がコスタリカにおける混合インコの生息数を圧迫した。従来混合インコはこの国の国土総面積5 1 1 0 0トルのうちおおよそ4 2 5 0 0トルに生息していたのに、 1990年代初頭には生存可能な個体群はコスタリカの太平洋岸のたった二つの地域及びに残るだけになっている。1993年の調査によれば混合インコはその歴史的な生息域に対してわずか20%の地域に生息しているに過ぎないことが示されている。混合インコの生息地は 他のアラ族の鳥の中でも最も広範な井戸に渡っていると考えられており、最大で670万キロ平方メートルの地域をカバーしていると推定されている。とは言うものの混合インコの居住地は分断化され、この鳥たちは中央並びに南アメリカに散在した個体数の希薄なコロニーに閉じ込められている。しかしながら、それでもこれらの領域の中の一部では、 彼らは多数存在していることからありふれていると記述される。国際自然保護連合 IUCN は混合インコを2004年にリー・ストッキンサーン経度懸念と評価している。混合インコはポピュラーではあるが手間のかかるペットである。購入するにも、もらい受けるにも、また世話をするのも費用がかさみ、要求が多く、そしてとしてはことのほか大声でやかましい鳥である。 彼らは経験を積んだ飼い主によって理想的に扱われるべきである。彼らはその美しい羽毛のために珍重され、その飼い主に非常によく懐く。彼らは人の話し言葉を上手に使う能力を持った私的な種であると考えられている。混合インコと他の混合インコ族の鳥とのハイブリッドには人気があり、左に掲げた写真のような色彩のバリエーションが おびただしく存在する。混合インコは CITES1 類にリストされている種であり、このことは所定の特別な許可がなければ野生種を捕獲することが違法であることを意味する。2008年の時点では彼らは危険な状態にはないがペット取引のための密漁に対しては極めて脆弱である。昨今の多くのより希少なインコの種と同じように 彼らもまたが衆国やカナダ、どちらの国も CITES に調印していることから、適切な処置を取る義務があるに密輸される途上で、マイアミやサンファン、トロント、ニューヨーク市などの当局によって差し押さえられる結果となることが時折ある。残念がらすべての犯人が捕まえられるわけではなく、不法に販売される鳥もある。今後インコは飼育下で繁殖させられた個体ですら、 何千ドルもの価格で売却できるのだから潜在的に密漁するには魅力的な種なのである。密漁者は群れ一つを捕獲するだけで大金を稼ぐことができ、その多くは北を目指した移想中のストレスから死亡する。この種の鳥を選ぶ際には、その個体がメキシコや中央アメリカ、南アメリカなどで捕獲された野生のものでないことについて極めて深い注意を。 払わなくなくてはならない。購入を考えているものは販売者が、この鳥の出所が飼育下で繁殖されたものである子を示す、十分に裏付けされた物理的な証拠を持っていることを、しっかり確認しなくてはならない。混合インコは、大きな溶石の空間を必要とする。従って一羽の鳥が占有する鳥かごの空間は、可能な限り大きく、幅90センチメートル、 X 奥行き 90cm、X 高さ 230cm か、全体として、これより大きくするべきある。彼らは、遊んだり、運動したり、そしてその翼を広げるためのたくさんの空間のみならず、その翼の筋肉の萎縮を防止するために、十分なゆとりのある空間を必要とする。カゴの格子の間隔は 25mm 以下でなくては、ならず、 また頑丈な金属で作られていなければならない。格子には鉛、または亜鉛を含む部品や塗料が使われていてはならない。カゴは週に1回は、穏やかな殺菌性の洗剤で完全に清掃しなくてはならない。鳥を、その排泄物から分離するために、床の格子、粉切りを使用することが望ましい。カゴはよく証明された暖かい場所、混合インコは、 寒さに対して、あまり耐性がないに、床から離して設置しなくてはならない。泊まり木のスタンドは、ぬるま湯の霧吹きで鳥を水を浴びさせる場所であるだけでは、なく、追加のくつろぐ場所としても好ましいものであり、設置が推奨される、すべての混合インコは一般に浴びを好み、キッチンシンクで水浴びをするための峠にも、同じように喜んで応じる。 彼らは野生において食べていたものに類似した食品、果実、野菜、ナッツや種子を食べるが、ナッツを与える場合には、理想的には高い脂肪分を含むナッツ、ヘーゼルナッツ、ブラジリアンナッツ、クルミなどを与えるべきである。混合インコは大きな空間を必要とすることに加えて多くの刺激や注意を払われること、そして愛情も必要とする。頻繁で。 定期的なインタラクションによってうまくやっていくことができ、また、それが必要である。従って、人々に対する友好的な性質を維持するためには、人と仲良くなるために、カゴから長期間連れ出してゆっくりと他の人々と知り合いになるべきである。彼らは見知らぬ人物と知り合いになるには、時間がかかるのである。彼らは生まれつきとてもうるさく、この振る舞いをやめさせることはできないだろう。 しかし全体としての制限を定めるべきである。この鳥を子供たちのペットとすることは推奨できない。ことに、混合インコとインタラクションを持つ際には、大人の監督下でなくてはならないし、硬いナッツを砕くことができる強力なくちばしをも、大型の非常に繊細な鳥に敬意を払うことを、教えられなくてはならない。彼らは遊ぶことが大好きであり、刺激のために、 良好な状態のおもちゃが大量に与えられるべきである。彼らは、くちばしの届く範囲にあるものを常にかじっており、従って、木製のおもちゃは、生活の向上のためにもくちばしの伸びすぎの防止のためにも推奨される。損耗したおもちゃは、混合インコの好奇心を満たしておくため、交換して補充しなくてはならない。十分な注意を払われない鳥はしばしば、過剰な歯くろいや、 自傷行為、意気消沈や極端な劇場、攻撃性といった挙動を示すことがある。混合インコは、その大変に長い生涯の全てにわたって、獣医の診察が必要な鳥である。他の、どんなペットとも同様に、鳥を理解し扱える獣医による定期検診が必要である。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。